こんばんは、総括局の久保です。今回はですね、阿部凛さん、海老名とつながりましたね。ついに YouTube に参加していただきました。特に YouTube に参加するのに期限とかございませんから、 YouTube 始めたよって方がねいらっしゃいましたら、私の名前を呼びかけながら、もしくは総括局に対して呼びかけながら動画を撮って、私の方にあのメッセージを送ってください。そしたらですね、総括局のポータルサイトに搭載して、そしてですね、直近の更新情報の方でお流ししますので、チャンネル登録者数の方とかね、それからあの再生数とか、こちらの方が若干ですけども増えるかと思います。そしてできればですね、私とこのやり取りをね続けてほしいと思います。まあ無理なくですよ、無理なくですよ。あくまでもやろうかなと思ったらやっていただければいいし、思いつかなかったら無理やりやる必要はありません。やっぱりね、やる以上はしっかりとしたものをやっていきたいと思いますからね。で、私がなんでね、このね、YouTube のキャッチボールを進めてるかというと、この動画のやり取りの習慣がつくんですよね。そして普段、こうやって動画を通じてコミュニケーションしてれば楽しいじゃないですか。今回、アビリエさんが NHK をぶっ壊すみたいなね、YouTube を見てるよとか、大悟さんの動画見てるよとか、ホリエモンチャンネル見てるよとか言われてましたよね。これね、私と全く同じの見てますね。すごい嬉しいですね。だからこういうふうに、大悟さんはこんなこと言ってたよねとか、ホリエさんこんなこと考えてるよねみたいなことで意見交換できるじゃないですか。これがね、なかなか面白いところだと思うんですよ。今までは自分一人でテレビを見たり、YouTube を見ても、それを語り合うことってなかなかできなかったと思うんですけども、日本全国、いや、世界のね、速稼塾の塾生さんがこうやってやり取りすると、山根さんなんてのはね、岡山にいますけども、もうマイアミさんとやり取りされてるわけですよね。で、あとはね、イクコさんと。イクコさんは、東海の方にお住まいでしたね。愛知でしたかね。イクコさんの、なんですかね。ほら、山根さんのレンジャーのね、絵を送ってくださって、本当に素晴らしい関係が続いてるなと思います。いつかね、この YouTube の中で、YouTube コンテストみたいなのをして、まあ序列をつけるわけではないんですけども、誰々です。もう全ての人にね、賞をあげたいなと思いますし、あと YouTube でね、なんか集まれたらいいかなと思いますよね。FX で集まったり、夕食会で集まったり、ビジネスで集まったり、いろいろしましたけども、YouTube で集まるみたいなね。で、集まったところでみんなで、全員が出るような YouTube を作ってみたら、これまた面白いんじゃないかなと思います。で、阿部理恵さんが今日から参加していただきましたけども、今日はね、阿部理恵さんの、いろんな、これから始めるよとかね、性教育のことやるよっていうことをお話しされてしてくださいましたよね。で、プラスですね、今日は、岡山の西川クラスの山根さんが、我が生涯に一片の悔いなしっていう焼酎を飲んでいらっしゃるんで、そちらの方もね、台風が何もないよってことで済んだお祝いで飲んでると思いますんで、一緒に乾杯する気持ちで、阿部理恵さんと岡山と、そして広島の私とこう繋がって、今日は一本の動画で、まとめたいなと思っております。本日はね、私からお話しすることはないんですけども、YouTube のご参加おめでとうございますということでね、これからもよろしくお願いします。それではですね、よろしかったら、阿部理恵さんの動画と、それから山根さんの我が一片の悔いなしと、ね、こちらのちょっと芝居がかったやつ、なかなかね、これ味があるんですよね、山根さんの緩やかなトークが。こちら2本をですね、動画説明欄につけときますので、順番に読んでいただけ、見ていただければと思います。そして、速稼塾のこの動画をご覧の方は、更新情報にね、URL が3つついていて、一番上が私の動画、そして下の2つが阿部理恵さんと山根さんのだと思いますので、続けて見ていただければ幸いでございます。それではね、山根さんと阿部理恵さん、これ今度は、山根さんが阿部理恵さんに動画のメッセージを送っていただいて、阿部理恵さんが山根さんにちょっと送ってみていただけたら、もっともっと楽しくなるんじゃないですかね。それでは、よろしくお願いします。ありがとうございます。また明日会いましょう。